ディファールとダニロはミューズを率いるミューズを導くアポロミューズを先導するアポロともストラビンスキーの新古典主義時代の代表的な作品の一つであるアメリカ議会図書館から現代を音楽祭で上演するバレエ音楽を移植されたことにより1927年7月から1928年1月にかけて作曲された契約ではテーマは自由とされたが 踊り手の数は6人しかおらず、時間も30分以内とされていた。ストラビンスキーはアポロを題材に選んだ。踊り手の制約により、クニ人イルミューズの中から首都、リズムを象徴する、カリオペー、マイムを象徴する、ポリュムニャー、両者の結合によって、舞踊を成立させる最も重要な人物である、テルプシコレーの3人を選んだ。ストラビンスキーは、パダクシオン、パド,ドゥ、 バリアシオンといったクラシックバレエの伝統的な形式に厳格に従い、過剰な装飾を排した白のバレエを目指した。このために音楽は全音階的な技法が用いられ、楽器編成も弦楽が奏のみとされた。1928年4月27日にワシントン DC のアメリカ議会図書館における現代音楽祭で初演された。振付はアドルフ・ボルム。 美術と衣装はニコラス・レミソフが担当し、ルース・ページがテルプシコレーを踊った。ヨーロッパ初演は同年6月12日にパリのサラベルガール劇場においてバレーリュース、作曲者自身の指揮によって行われた。一度聴いただけで、直ちに聴衆を熱狂させる要素を全然持たない作品であるにもかかわらず、パリ初演は好評であった。ストラビンスキーはバランシンや リファールを高く評価したが、ボーシャンによる舞台装置と衣装については自分の意図と異なるとして不満であった。ストラビンスキー本人は美術にジョルジョでキリコを推薦していた。後にスカラザで公演した時にはキリコが美術を担当した。パリ公演に引き続きバレエリュスのロンドン公演でも上演された。バランシンはそれまでもストラビンスキー作品の振り付けに 部分的に関わってきたが、この作品によって、振付師としての名声が確立し、その後生涯にわたってストラビンスキーとの協力関係が続くことになった。出版は1928年にロシア音楽出版社から行われ、後ブージーホークス社から出版された。1947年に改訂が行われ、1949年にブージーホークス社から出版された。 1> 第1、第2バイオリン、ビオラ、第1、第2チェロ、コントラバス作曲者の指定では、それぞれ8、8、6、4、4、4、で、計34人。ソロ奏者とそれ以外に分かれる箇所がいくつかある。アポロのバリアシオンでは、コントラバス以外のすべてのパートが分かれて11パートになる。2場からなる。全曲で、約30分。第1話、第2話。 ありがとうございます。